皆様本日は CP プラスオリンパスブースへお越しいただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりステージにおきましてカメラグランプリ2017にて大賞、またあなたが選ぶベストカメラ賞、これらをダブル受賞いたしましたオリンパス OMD-EM1M2 を使用しましたセミナー開始してまいります。ただいまからのお時間は赤木浩一さんによります F1.2 プロレンズシリーズの魅力と題しましてセミナー始めてまいりたいと思います。恐れ入ります。通路側のお客様、後ろ側通路となっております。今一歩ずつできるだけ前の方にお詰めになってご覧いただきますよう通路確保ご協力ありがとうございます。それではセミナーの開始に先立ちましてオリンパス OMD-EM1M2 についてご紹介させていただきます。世界を変える高速連射オリンパス OMD-EM1M2、 手ブレ補正性能は最高約 6.5 段分、 AFAE 追従最高約秒18コマ、 AFAE 固定最高秒60コマという一眼レフを上回る連射性能と、それを生かす胴体追従性に優れた AF 性能を持ち、あらゆる被写体を捉えます。また新開発の20メガセンサーと高速画像処理エンジンに加えまして、ボディ内の5軸手ブレ補正機能を搭載。手ブレ補正性能は最高約 6.5 段分と驚異的、この3つの要素で高画質を実現いたします。またプロキャプチャーモード、ハイレゾショットも大変ご好評いただいております。あらゆるシーンで使っても十分な高画質と信頼性、また軽快に使えること、これらが評価されまして、このオリンパス OMD-EM1M2 はカメラグランプリ2017で大賞、またあなたが選ぶベストカメラ賞、これらをダブル受賞しております。さらに M 随行デジタル ED12100mmF4ISPRO、 こちらは標準望遠ズームを1本にまとめ、ズーム全域で開放 F4 を実現。ズームレンズでありながら驚異的な高解像を有すだけでなく、 OMD-EM1M2 と組み合わせた時、世界最強の最大 6.5 段分の補正効果が評価されまして、こちらはカメラグランプリ2017にてレンズ賞を受賞。このようにカメラグランプリ2017でオリンパスはボディとレンズで3冠受賞を達成しております。また2月28日に OMD-EM1M2 のバージョン 2.0 のファームアップを公開いたしました。スモールターゲット AF やプロキャプチャーモードのパワーアップなど、進化し続ける OMD-EM1M2、 ミラーレスの常識を覆し、カメラグランプリで3冠受賞後も進化を続けるこちらのカメラ、ぜひ皆様にこの機会にご体感いただきたいと思います。それではお待たせいたしました、赤木浩一さんより F1.2 プロレンズシリーズの魅力と題しましてお話しいただきます。まずは赤木さんについてご紹介してまいりましょう。赤木さんは1961年東京生まれ、東京工芸大学短期大学写真技術科卒業、出版社を経てフリーに、雑誌、コマーシャル、企業 PR 誌などで人物撮影を主に担当する傍ら、戦前のライカから最新デジカメまで広くレビューを行うカメラ好きでいらっしゃいます。カメラ雑誌などでも多数執筆をされており、最近では朝日カメラで銀塩カメラ報道記、また月刊カメラマンでボケてもキレてもが連載中です。さらに最新刊といたしまして、赤木写真記診療所が原稿者より出版をされております。それではお待たせいたしました、ご登場いただきましょう、写真家赤木浩一さんです。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。はい、はい、どうも皆さんこんにちは、赤木でございます。どうも各も多くの方にお集まりいただきましてありがとうございます。初日と私2回目なんですが、こんなにたくさんの人がいらしていただけるとは嬉しい限りでございます。本日あの大口径 F1.2 のレンズ3本この話を、します。ちょうど、3本揃ったのが、今年の頭だったのかな、あぐらいですよね。17と25と45、3本の F1.2 レンズのシリーズ、これ3本とも、一応作例を頑張って撮りましてですね、その魅力についてお話をします。はい、それでは開始します。
まず、私はオリンパスユーザーだいぶ長いことやってまして、18歳ぐらいかなぐらいから使ってますから、もう40年、使ってます。でこれは40年前にちょうど買ったオリンパスの OM1N、なんですけど、いまだに現役で実は使ってます。これまだ1回も故障してません。3回ぐらいはオーバーホールしてますけど、いまだに使ってて時折楽しんでおります。で当時はそのやっぱり学生の時とかお金がないもんですから、なかなかその明るいレンズ、大口径レンズってのは買えないんですけど、まあでも最近になって頑張って、中古でこの F1.2 の、55の 1.2 のレンズを、手に入れて、まあ、遊んでたりするんですね。まあ、マウントアダプターとかつけて楽しんでらっしゃる方も多いと思いますけれども、なかなかこのレンズ実はよく映ります。だからやっぱり F1.2 の系譜っていうのはなんかこの時代から連綿と続いたんですが、この前にも実はハーフサイズの、ペン F というフィルムカメラがあったんですけど、その時代にも F1.2 のレンズはあったわけで、やっぱり F1.2 というのはステータスがある、これがやっぱ大きい理由かなと思ってます。形もかっこいいですよね。だいぶ黄色してますけど、これはまあ黄変してますけれども、まあ俗に言うこの当時の今ねアトムレンズなんて言われちゃいますけど、なかなかよく映ります。で本題です。大口径レンズはなぜ必要なのか、なぜ大口径レンズを使わなければいけないのか、なぜ高いレンズをが必要なのか、理由は簡単です。見せびらかすために、人に見せびらかすためにどうだすげえだろうみたいなこれ結構インパクトありますから。オリンパスのカメラって非常に小さくできてる、小さくできてるんで、スタジオとかでこう撮りに行くとですね、そんな小さいので撮るんですかみたいな、僕の持ってるなんとか一眼レフの方がでかくて素敵って言ってるんで、でも威厳を持たせるためにやっぱり 1.2 のレンズをつけるとそれなりにプロとして見てくれるなんてね、言葉あったりなんかするんです。あとやっぱりこうデザインが美しい、大きいですよね。単焦点レンズをつけて、こう前玉の径の大きさ、これがもう大きいっていうのは、大きければ大きいほどいい。設計者に私無理ってことあります。無駄にでかくしてくれ、一番前玉を曲率を高くしてくれ、ズミルックス35の一音みたいにみたいな言ったら何のことか分からなかったですよ設計者は。でも前玉が大きいレンズというのは迫力があって美しい、大事ですよね。でもね、だったらかっこ悪いカメラとかを使うとですね、モチベーションが下がるじゃないですか。やっぱりね、カメラとレンズは美しくなければダメ、そう思って考えてます、はい。少し真面目なことも言わなきゃいけない、ね、つまんないですけど、当たり前のことですね。皆さんよくお分かりでしたと思いますけど、低輝度下での撮影が良いなると、ISO感度を必要以上に上げることなく高画質を維持したまま高速シャッターが切れる、強力な手ブレ補正機能がありますね。 5.5 段分ありますよね。手持ちの撮影範囲を広げることができると、ボケ味を生かすことで、ズームレンズと異なる描写を得ることができる、撮影者が狙ったものを見る人に明確に伝えることができる、まあ、狙ったものにこうピント合わせて他をぼかすってことは、やはりその自分が、撮影者が私はこれを見せたいんだ、これを見てくれってことを主張できるじゃないですか。もちろんパンフォーカスの写真だってそれは素敵なんですけども、やはりその必要なものだけにピント合わせて他をぼかすっていうのは、その撮影者が思いがね、被写体への思いが伝わってきますからね。あと立体感の再現に適すると、まあ、立体感ってお前なんちゃんと説明してみろよって言われると結構困っちゃうんですけど、味わいとか困っちゃうんですけど、でもやっぱりその絵画と違ってボケ効果を演出するっていうのは写真独自の映像のその表現の一つだと思ってます。ですのでやっぱりボケ効果を生かすというのは大きい。でもやっぱり F1.2 のシリーズが出る前っていうのは、そのマイクロフォーサーズはボケづらいからどうなるとかって結構いじめられたこともあったんですけど、このレンズが3本が出てからはもうそういうことは言わせないと、マイクロフォーサーズも非常に美しくボケる、一生懸命作例を私撮っていました。ズームレンズを捨てるのではなく単焦点レンズを加えて世界を広げる、ね、どっかの写真家がですね、ズームレンズは捨てなさいという本を出しましてですね、
ちょっとツイッターで炎上したりなんかしたんですけど、赤木がズームレンズ使ってるみたいな言でいじめられたりなんかして、ね、まあでもそれはそれ、これはこれ、これからの時代はズームレンズと単焦点レンズを両方持っていこうね、高倍率ズームレンズと大口径のレンズを持っていくと世界が広がるじゃないかと、かように思うわけですよ。本当ですよ、あれですよ、絶対必要なんですよ、やっぱり大口径レンズは。ズームレンズが便利だからっていう、ね、そればっかり使ってるとだんだん、ね、写真が似たようなものになってくる。やっぱり大口径レンズはいるな。はい、なぜ必要か。上が M 随行デジタルの 25-12 の絞り 1.2 開放ですね。で下が、M 随行デジタルの 12-100 の F4.0 プロ、これを、25mm にセットして絞り開放にしました。まあ、ちょっとすみません、手持ちでやってるんでフレーミングが変わっちゃいましたけど、背景のボケ味はこれぐらい違いますよね。だからやっぱり12-100mm だったら一生懸命頑張ってやってもこれぐらいしかボケない。さらに12-100でもっとぼかそうと思ったら一番超焦点側にして、自分が離れてねちょっと撮らないとダメじゃないですか。やっぱり必要だと思います、ね、でこのレンズあれですよね、品質がボケの品質がいい。皆さんの中に古いわけのわからないレンズをマウントアダプターつけてぐちゃぐちゃになったボケが喜んでる方もいらっしゃると思うんですけれども、そういうのは楽しむのは結構上級者の方であって、まずは良質なボケを知ってからそういう遊びをするべきだと私は思っておりましたね。2000ボケになってすごいでしょうとか、うわ周辺が流れるとかって喜んでる人がいますけど、冗談じゃないですよ、本当に、ね、今そんなものは新製品としては通用しません。だボケがいいっていうのは本当にその写真の品格に関わってくる。私は大して品格は高くないですけど、このレンズで撮った写真はなんとなく品がいいように見えます。事実、実際に見ていただけるとこれは17mm の F1.2 の単焦点レンズなんですけど、画角が広い、映る範囲は広いのに深度が浅い、結構謎な写真が撮れる。皆さんご存知の通り広角レンズというのは被写界深度が深いんですが、 F1.2 開放だと何ミリで撮ったかわからないような写真が撮れる。これ結構楽しい。イグジフを見ないとこの写真は一体何ミリで撮ったのかわからない。こういうのがやっぱりなかなか優れた写真じゃないかと思うわけですよね、だからその本当にね不思議な感じの円が撮れます。これ今月号の日本カメラでもちょっと出してみたんですけれども、なんともないその辺の街角でパパッと撮った写真ですが、絞り開放で撮るとこれぐらい後ろをぼかすことができるから、ね、緑の感じも非常に綺麗にぼけてますけど、あとはやっぱり会長のつながりがいいですよね。だからフルサイズのカメラとかの会長再現が非常に広いとか言いますけど、マイクロフォーサーズのこれぐらいそのハイライトからシャドウまでつながりのいい、画質が得られる。これはもうありがたい。もう小さいし軽いし、やっぱりこれだけで十分かなと思うことも多いです。これはね 25-12 なんですけど、背景のやっぱりその緑のやっぱりボケ方やっぱりいいなと思うんです。これね左側の方はちょっとごめんなさい、F2 の絞りなんですけど、絞った感じでもやっぱり自然な感じで、あとやっぱりハイライトからねシャドウ の調子がやっぱり非常によく出ます。あとピントのシャープネスとボケ味っていうのはなかなか両立しないというか、共存できないんですけれども、でもこのレンズの場合は本当にシャープなピントを維持しながらボケ味は自然に、こうやってぼかすことができます。これ広告でも使ったんですけども、非常に暑い日で撮影が大変だったんですが、後ろの富士山の掛け軸の富士山の形、これやっぱり綺麗になってます。何もいじってませんけど周辺光量も非常にたっぷりある、自然な感じで撮れる。まるでね、なんていうかこの女性の質感、肌の質感がねもうとても雪のような感じで、いいなと。この白いだけですもんね、でも綺麗に撮れてるなと思います。あとやっぱり歪曲がない。昔の大口径レンズというのは歪曲樽型の歪曲収差が大きいのが多かったんだけど、これやっぱりまっすぐなものがまっすぐ映る、これも嬉しい点です。これも25mm ですけどね、後ろの、楓のですよね、あれ葉っぱの輪郭の部分とかご覧になっていただけるとぼわっと美しいにじむようなボケで全然癖がない。
あとでしゃあのピントのいた部分は非常にシャープに撮れてる。これは感動的にやっぱ美しいなと思います。これもやっぱり会長のつながりがすごくいいですね。これはレフ版とかそんな使ってないでこういう風に出ますから、そのままもうパチって撮っただけです。これね17ミリの最短撮影なんですけど、やっぱり指示風見ないと何ミリ撮ったか分かんないんですよ。あなんだ見たら17ミリだった、なんでこんな風に撮れるんだろうと。やっぱり絞りを開けるとこういう風な写真が撮れる。色再現も非常に綺麗ですし、やっぱりいいな、いいレンズだなと思いますね。やっぱり17、25、45と3本セットを揃えるってのは結構いいと思うんですけど、自分がご自身がやっぱりどのような写真をお撮りになるかでね、選ぶレンズの焦点距離ってのは変わってくると思うんですけれども、私は結構17ミリに感動しました。なんか45ミリで1、2とか言うと、まあ、35ミリ版換算で90ミリ相当だから、まあ、あの大口径レンズとしては他にもあるんでしょうけれども、ね、やっぱり34ミリ相当か、35ミリ版換算で、での17ミリで1、2っていうのはなかなか、オリジナリティのある絵が撮れるなと思ってます。これあの右側が蓄音機なのかな、古い、それと左側また花なんですけど、これやっぱり硬質の質感みたいなのも非常によく出る。開放絞りとって もうその部分がシャープ高いですから非常にいい感じで出ます。もともと25ミリ自体が焦点距離が短いので、それなりに被写界深度はあるんですが、絞り開放にして撮ってもこう自然な絵になるのはやっぱりありがたい。あとすごく寄れる、寄れるのは本当ありがたいですね。これはあのお茶のところでちょっと撮ってみたんですけど、もうバチッとしたピントが他がこうなだらかにボワッとボケていく。こういう絵もちょっとね心配になっちゃうんです。普通は心配ではちょっと絞りたくなっちゃうところを我慢して F 値に撮りました。まあ、あの私もあのちょっとレビューとかの仕事をしてまして、カメラ出してご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけど、これ、絞って撮ったりなんかするとですね、せっかく の F1.2 のレンズを生かしきれてないみたいなのって結構いじめられたりするんですけど、まあでもね、絞りのためにね、写真撮ってるわけじゃないんですよ、実は。で私お仕事ですから、こういう方絞りで今回撮ってますけど、結構大変なんですよ、これ。分かってください本当、これ玉ぼけをちょっと見たかったんで光源を後ろに入れてみました。これ25の、チリですけどね、やっぱりすごい綺麗ですね。まっすぐ丸い感じの玉で、にじみが全然ない。普通大口径レンズっていうのは至近距離で撮影するとだいたい性能が落ちるんでにじんだりするんですよ、像が。このレンズは全然ない、それもすごい、あ素晴らしいなと。もう近くから遠くまで本当にシャープに撮れるので、ね、こういういいレンズを使ってこれを絞りをパッと開けるだけで簡単に撮れてしまう。ズームレンズで同じような絵はなかなか撮れないですね、これね。これね45の12、一番長いやつ、僕はあんまり長い球使わないんですけど、これ何が見たかというと、後ろにやっぱり吉津があって、すだれみたいな、あれがどういうふうに映るか見てみたかったんです。2000ボケとかがない、やっぱりすごい自然にボケる、これは感動しました。今までのやっぱりマイクロフォーサーズのレンズではなかなかこういう写真が撮れなかったんですけど、 1.2 でパッとやるだけでこういう写真が簡単に撮れちゃう。嬉しいです本当に。これ単純電気で、これ45度やっぱり 1D なんですけども、やっぱり硬質な部分、本当にピチッとあったところ のシャープのディテールがよく出て、あと周りがもうボワーッとこうボケていく感じが非常に綺麗なんです。で逆光決め取っても、こういうふうに何のフレアとかそういうのも出ないでにじみもなく取れちゃう。まあにじみのあるレンズが好きな方はまあねいらっしゃるとは思いますけれども、で高いレンズは何のために買うのか、これ4倍ぐらいします。この25の、ごめんなさい、45の12と45の 1.8、意地悪ですから私取り比べました。あんまりこういうことはオリパスはしてほしくないと思う。できれば両方買ってほしい、まあ、そういう人はいないかもしれませんけどどんな結果になったか、まあ、実は前に見てもこれでは分かんないよって言われるかもしれませんが、よく見ると分かります。やっぱり 1,2 のレンズの、これごめんなさい、絞りを合わせてあります。 1,8,2 でどういうふうに違うのかっていうふうに合わせてみたら、やっぱり後ろの幹の描写とか
その辺と品格あります。あとコントラストが違う。コントラストはやっぱり45日のプロの方があるから非常に品がいい描写をします。ボケ味の感じもやっぱり違うなと。だから拡大していくとやっぱり、ね、シャープネスもやっぱり若干、1,2 の方がいいかなとこうな感じがしました。でじゃあ 1,2 というのはすぐにポートレートばっかりだけど、あ、ポートレートっていうのはすぐね、あの思い浮かぶかもしれませんけど、スナップとか生物写真はどういうふうに使ったらいいのかっていうのをちょっと撮ってみました。まあ、先ほども生物写真いっぱい出てきましたけれども、私のこう使い方はいろいろ考えてやっていました。絞りはほとんど開放です。特に説明がない場合は 25mm の位置に入れ撮ってます。非常に美しい。やはり合照したところはすごくシャープで、その質感描写も素晴らしい。あとボケ味、これは本当にやっぱり綺麗で、ね、自然な感じでボケますよね。でこれやっぱり感動的なのは、このままオートでパチッと撮ったんですけど、会長の再現がやっぱりすごく綺麗。こんなにシャドウが出るとはあんまり思わなかったんですけど、最初はね、あのカメラの背面のモニターで見た時はこれダメかなと思ったんですけど、全然このままパソコンのモニターでパッと映したら、あ、こんなにシャドウのディテールが出るんだ、それ感動しました。まあ、これカメラの性能とそのレンズの性能が非常に合わさって生み出されていると思います。これも25の1,2の絞り解放なんですけど、やっぱり光源部分にこう向けてそのまま絞り解放で撮っても全然にじみがない。やっぱり光源部分に向けたり撮ったりなんかすると、にじみが怖いもんですからちょっと絞りたくなっちゃうんですけど、それを我慢して解放で撮りました。でもこのだけバッチリ撮れる。やっぱコーティングとかその辺 の、ね、あの性能がいいということもあると思います。インスタ映え、やっぱりあのいいねをもらうためには絞りを開けて撮りたいと。なかなかスマホではこういうのは撮れない、ね、でも近くで撮れる。本当は僕はあの甘いものは嫌いなんですけど仕方なく撮りました。ちょっと絵になるんで、でもこれもやはりほとんど至近距離ですけれども、これぐらいの性能は出る。絞り解放で驚きです。これもね、後ろの飴細工なんです。これ小さいんですね。これもほとんど静止で撮ってきましたけど、後ろの格子みたいなやつがやっぱりどういうふうにこう2000ボケとか出たら、なんだ2000ボケが出るじゃないかと言おうかと思ったら全然出ない。さっきの吉津もそうですけど、全然癖のあるボケにならない。一応私もあのレビューアーとしてはあのね、ユーザーの立場に立って話を したい人なので、できればなるべく欠点を探すような撮影をしちゃったりとかする。でもこのレンズに関しては全然そのあんまり欠点が出てこないんで、なかなかね難しかったです。これね、これもあの街角のスナップなんですけども、 1,2 で撮りました。普通はあの25の 1,2 なんですけど、これ普通やっぱりちょっと絞りたくなっちゃうの条件なんですが、そのままカメラ任せで、あとやっぱ顔認識がありますから、そのままパチッと撮るだけでこれぐらい絵が撮れちゃう。適度な被写界振動があって自然な絵になりますね。 F1 に撮ってもこれ実は 17mm なんですよ。これも絞り解放なんですよ。絞り解放だけどやっぱり 17mm ですから、それなりの被写界振動があるので、2人にちゃんとピントがフォーカスが来てます。これ楽ですね。こういったような感じで 1,2 で開放で撮ってもこういう絵が撮れるというのはありがたいなと。背景の状況を適当にあの知らせながら、人物2人を目立たすことができる。これも嬉しいですよね。これ至近距離、これ手前の実はボケを見たかったんです。後ろのボケばっかりじゃなくて手前のボケはどうなんだ、ね、で思ったんですけども、手前のボケで欠点が露呈するレンズもなくはない。でもやっぱりこの25の 1,2 はこの全部パッと撮っても全然大丈夫。でもこのレンズもね、あれなんですよ、陸地風味ないと何ミリ撮ったか分かんなくなっちゃって、25と17ミリどっちかなと思ったんですけどね。抜けもいいですよね。これちょっと実は絞ったがどれぐらいのシャープネスなのかなと思ってやってみたら、シャープネス自体はあんまり変わんないですよね。だまあ深度がこういう深くなりましたから、こういう質感描写したい場合にはやっぱり少し絞って2、8ぐらいで撮ってみて、これぐらいの綺麗な非常にシャープな写真が撮れる。
これ、あのうちの近所というか吉祥寺 の魚屋さんのおじさんなんだけど、ちょっと鮭を買う時にあのパパッと取らせてもらったんで、そのままこれオートフォーカスで、しかもこれね EPL9 で撮ったのかな、このままカメラ任せでピッてピッと撮って、そしたらやっぱ全部ピートが撮る、開放ちゃんと撮れちゃう。これは17ミリで開放なんですよ。これカメラペタッと置いてモニターをピュッと上げて、そのままパチパチパチね、後ろの背景の木漏れ日のボケ非常に綺麗です。でピンとなったところの猫の目とかもすごいシャープじゃないですか。これ両方ともこうね撮れるっていうのはね、実は素晴らしいんですよ、レンズ性能のおかげ。私もこれもうちょっと猫がねちゃんと撮れるよって猫写真家になってたら今こんなところで話をしなくても済んだ。でも残念ながら今そう仕事がないもんですからお話しさせていただいてます。で、まあ、あの依頼仕事でちょっと作例ばっかりじゃなくて撮って、どういうふうな仕事で活用できたのかというのをちょっとお見せしておきますね。あんまり面白い写真じゃないんですこれ。ある、あの医学研究所に行ってちょっと ルポをしなきゃいけない仕事があったんで、研究者の皆さんをちょっと撮ってみました。これなんかあのシャーレでこうバクテリアとか培養している絵なんですけど、これもそのまま25-1:2の開放でパチッと撮った、美しい透過光で絞り開放で撮ってもこれぐらいシャープに撮れる、これも何もいじってないのにこんなに綺麗に撮れる、感激しました。これはスポイトに入れてる図、背景ぐちゃぐちゃっとしてたんでマクロレンズとかでまあ撮ろうかなとは思ったんですけど、やっぱりぼかしたいなと思って、後ろがうるさいんで、あんまりお仕事中でこっちに手向けてくれとかこっちに手向けてくれっていうのもちょっと嫌だったんで、レンズを取り替えて絞り開放にして撮ってみました。背景これぐらいぼかせます、やっぱり見事にぼけますね。研究者の人ですからね、まあ、ちょっとやらせっぽいんですけれども、これも手前のちょっとボケが見たくて、撮ってみたんですが、こう 目玉のところのシャープネス、まあ、もう本当潤いがあるような質感があるシャープ で手前のボケが非常に自然にボケて、これもありがたいな。ちょっと映り込みは面白かったんでこんな感じで研究室撮ってみました。これ実はね、あのカメラをこう奥に置いてリモートで撮ってるんですけど、こういう絵が撮れちゃうね、便利ですね、やっぱりオリンパスカメラ。それで非常に肝心な話をしようかなと、さっきから言ってるんですけど、最近になっていろんなカメラに顔認識だとか瞳認識だとか搭載されましたけど、結構オリンパスさんは早い時期から顔認識瞳認識を搭載してます。本当実はね、これ助かってます。もうなんで助かってるかというと、もう本当にね全部ピントが合ってるの、撮ったコマの。普通1眼レフで撮るとですね、1-2:9のレンズで使うと最初にピントの合ってるコマを探す、そこから表情のいい写真を選ぶ、そういったような順番になる、大体そうなります。あ、これ良かったけど合ってないと、まあ、がっかりしますけどね。でもまあ普通の人、ここにお集めのレベルの皆さんでしたら、そのままカメラ任せで瞳認識と顔認識と瞳認識を任せれば、もう開放でも誰でもピントが合った写真が撮れる。昔はプロはマニュアルフォーカスとか、まあ、オートフォーカスの最初の頃はですね、いかにこれピントを合わせたかっていうのを謎めいた写真をちゃんと出しておく、あ、プロとして認識されるんですけど、ね、でもこのカメラを使うと誰でもピントが合っちゃうんで、だんだんプロの威厳がなくなった、おかげさまで仕事が減る。これ残念なことで、あとカメラの性能とレンズの性能が上がると仕事が減るんです、ね、あんまりだから高い性能にしてほしくないんですけれども、でも残念ながらどんどんこう機能を発展していって、ね、誰でも撮れるような時代になりました。でそれを証拠に、これなんかもカメラを捧げてこうやってパッパッパッと撮って、まあ、撮れてるかなと思ったらどうせダメだろうなと思ったら、ちゃんと全部絞り開放でピントがあって、17-1:2なんですけどね。でもだからカメラが勝手にもうモニターを見るのめんどくさいからいいやと思ってパッパッパッと撮ったら、ちゃんとピントのあった写真が撮れる。後ろの開放、あの絞りの、あ、ごめんなさい、ボケ味も
こんな感じで優しくボケていただいて、後ろの幹の影の感じも非常にいいな、だ品格があるなと、ね、いい写真ですね。これも自分で言うのなんですけど、それでこれもすごかった。これ実はね、あの絞り解放じゃないんですけども、カメラ任せ、AFC モードにして、で顔認識をお任せして、私も後ろにこうモデルさんの後をこう言いながらちょっと歩いてきてもらった。それを連続してこう撮った。パチ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 押したらほとんどみんなピントが合って、すごい。昔はやっぱりちょっと絞って、ある程度距離を保ちながらマニュアルフォーカスにして、ね、撮るのが普通だったんです。まあ、これもマニュアルフォーカスは簡単にできるんですけれども、スライドさせるだけで。ただオートフォーカスがどれぐらい人物に対して効くのかやってみたらもうバッチリ効きます。で最近この間聞いた話では、あのマクロ撮影するやり方、あの、外で、なんですか、花がこう風で揺れたりするじゃないですか。あれ聞きましたらね、 AFC モードで撮るんですって、最近のカメラマンは。そうするとちゃんとカメラが追従してマクロ撮影だけど全部ピントが合ってるんです。私やったことないですけど、すげえなと思ってね、だから昔はこういう写真もそれなりのテクを要したんですが、誰でも撮れちゃう。これ連続して撮ったんですね。これもあって近くに来てもあって、 AFC 普通は使いませんけど、だいたい今まではマニュアルフォーカスで撮ったんですけれども、ちゃんとピントがあってボケ味綺麗ね、ちょっとこれは、28かなぐらいで絞ってるんですけど、まあ、本当は通り撮ったらよかったんですけどね、まあ、なんとなくこっちの方が自然かなと思ってちょっとだけ絞って撮っていましたけども、こんな感じで撮れちゃう。で結論としては F1.2 大口径レンズはマイクロフォーサーズで非常に大きな戦力である。オリンパスのカメラですね、あの今まで本当ね、ボケないとかね、なんかなんだよボケない方がいいじゃないかと思うんですけど、浅いピントの写真が撮りたいんですけれども、マイクロフォーサーじゃ無理ですよね、なんか言うんですけど、これらの3本のレンズ、皆さんどれか 1D であそこで多分試せると思うんですが、撮ってみてボケ味の綺麗さぜひ試してみていただきたいなと思います。あそこのポートレートのところでも使えるんじゃないですかね。あそこでちょっと撮ってみるといいなと思います。で45mm の 1.2 級のあれポートレートレンズも本当はね、35mm 版の用の 85mm とかぐらいで撮ってと、開放で撮るとやっぱりまつげにピント合わせると眼球にピントが合わなかったりするんですけれども、やっぱちょうどいい感じで目玉とまつげとこう深度が入るぐらいのいい感じで撮れます。もう誰でも撮れちゃう。で結論めいた人をもう一つ言っておくと、一眼レフいらないかなと、もうなんか一眼レフ使うのめんどくさいなと、重いし、もう 1,2 のレンズとかね、あの 35mm フルサイズもすごい重いじゃないですか。あのバッグの仕切りを変えたりなんかして、これらのレンズはそのままパッと入る、プラス高倍率ズームレンズも一緒に持っていける。やっぱりこのね小ささコンパクトさはね感動的です。ぜひこれはねお試しいただいて、17、25、45どれか、お試しいただいてと絶対感動します。1200もいいレンズですけど、奥さんに言っておいてください。さっきみたいにああいうボケ味の美しい写真が撮れるんだから、やっぱり焦点距離が重なってても単焦点レンズがいるよ ね、そういうふうにして、説得していただければと思います。はい、ということで、長いことご清聴ありがとうございました。これまで、お話を終わらせていただきたいと思います。はい、赤木さんどうもありがとうございました。さて赤木さんはただいま朝日カメラで銀塩カメラ放蕩記、月刊カメラマンでボケても切れてもが連載中となっております。そして最新刊といたしまして赤木写真記診療所が原稿者より出版されておりますので、ぜひ皆様ご一読ください。それではどうぞ皆様大きな拍手でお送りしましょう。赤木さんありがとうございました。なんで今日は白衣を着てこないんだって言われましたよ ね、すみません。はい、ありがとうございました。
さて皆様、最後にオリンパスブースについてご案内申し上げます。ただいまの講演でもご紹介してまいりました OMD EM1 マーク2をはじめとしましたオリンパス製品は、ステージ向かいまして左手にタッチ&トライご用意しております。そして奥に、ステージ奥におきましては、胴体撮影、ポートレート撮影などの体感コーナー、レンズやアクセサリーのお試しコーナー、そしてご講演いただきました赤木さんの作品も展示がございます。プロギャラリーご用意しております。この後のステージにつきましては、15時20分より清水哲郎さん、そして佐藤武彦さんによります過酷環境撮影バトルと題しましたトークセッションを行ってまいりますので、そちらもぜひご参加ください。それではどうぞこの後もオリンパスブースにてごゆっくりお過ごしください。ありがとうございました。